納車の時やこう契約いただいた時にこう笑顔でありがとうっていう言葉がすごくあのやりがいにつながってるんですけど、いろんな苦労もあるとは思うんですが、まあ、全てもう、 こうその笑顔ですごくすっきりするっていうのがやっててやりがいですし、まあ、すごくこうあったかいなっていう気持ちになります。先輩セールスの、村田セールスの、まあ、下について仕事をするような形になりまして、いろんな商談、たくさんの商談があった時に、まあ、全部決まらなかった、注文書もらえなかったっていう時に、あの売れてなくて売りたい売りたい気持ちが出ちゃってるからお客さん伝わるよっていうような、本当にさらっと言われた言葉なんですけど、いろんなことを教えていただいてアドバイスいただいて、まあ、今こうしてちょっと販売台数がちょっと増えてきてるのかなとは思います。村田セールスのおかげで、自分があると思いますし、まあ、尊敬している、方であり、まあ、負けたくないライバル的存在です。入社当時と比べて成長できたことは、まずお客様のニーズを的確に聞き出すことができるようになったことと、毎月自分で目標を持って仕事に取り組むことができるようになったことです。まあ、今でもお客様からお叱りの言葉をよくいただくんですけども、自分の知識が増えたことによって冷静に対応できるようになりましたし、まあ、そういったピンチもチャンスに変えられるような自信が今はありますので、成長できたかなと思います。後輩ができて、今までは自分の仕事に集中してやってたんですけども、まあ、自分の仕事を止めて後輩の仕事も気にかけるようになりました。特にうちの会社は意欲のある後輩が非常に多いので、お互いに切磋琢磨しながら仕事ができるとてもいい環境だと思っています。学内説明会で豊橋アナセの説明を聞くまでは輸入車にあまり興味がありませんでした。ですが説明会に参加し、会社訪問にも参加したところ、車内にある車が全てメルセデスベンツで、その数の多さにびっくりしました。そこでメルセデスベンツを整備したいと思いました。会社訪問の際に社員の方々がとても笑顔で楽しい職場だなと思ったのが最大の決め手となりました。就職してからはとてもいい会社に就職できたなと思っております。メルセデスベンツは最先端技術を導入しているので、学校で学んだこと以上に勉強することは多いと思います。ですがその最先端技術を体験できたり整備することができるのでとても満足しています。部品が一点一点高価なものが多いので、整備をするときはとても緊張感があります。内装系をやるときは手汗が半端ないです。サービスアドバイザーの仕事は、故障トラブルが生じた際にお客様からご要望をお伺いし、メカニックへ作業指示、またセールスと連携を図ってお客様のご要望にお応えできるよう努めます。一番のやりがいを感じるときは、お車を引き渡す際お客様から笑顔でありがとうとお言葉をいただけるため、頑張ってよかったと思い、携わった仲間に感謝の気持ちでいっぱいになります。メカニックの魅力といたしましては、やはり直接車に触れることで最先端の技術を習得できるところだと思います。また故障診断の作業では探究心が芽生え、車がベストな状態になった時に達成感を感じられます。サービスアドバイザーの魅力といたしましては、お客様と直接お話をするため、お客様の反応をダイレクトに感じられるところだと思います。今後はサービスアドバイザーが増えるよう、憧れの上司先輩でいられるように頑張ります。
子どもの頃に地方の山間部に住んでいたんですけれども、地方の山間部ですと高級車の走行が非常に少ないので、たまに都会に行った時に見かけるとそのスリーポイントストアがすごくかっこよくて、父と一緒に憧れていたので、本当に子どもの頃からいつかは働きたいとずっと考えていました。で、いきなりはメルセデスで働くことは難しいと思っていたので、国産車ディーラーを2社回ってきまして、この状態ならいけるかなと思ってみて、採用の方に応募させていただいて無事入社することができました。私は今現在プロダクトエキスパートという車両説明をお客様にするお仕事をしています。セールスとは違ってお客様により近い状況でお話をして、奥様やお子様がやはりお店を気に入らないとお店に行きたいとも思ってもらえることがないと思うので、奥様のお話を聞いたり奥様と雑談をしたりして寄り添った対応ができるように接客を心がけています。